はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。バイオハザード RE4 チャプター12だっただっけ。前回探索会になりましたので、今回はここの時計塔に向かっていきます。結構状況としては厳しいっちゃ厳しいんだよね。回復薬がないのか。とりあえずここにあるから壊して、回収して、こっち側は、あ、こっち側、あ、ある、回収して、他は、あ、なんか宝すげえいっぱいあんな上に。で扉を開けて、なんだこれ、なんか足があるな。You are nothing, if not unyielding, Mr. Kennedy. However, I'm afraid it ends here. ラモン像、ラモン像から逃げるやつとかあったよね。あれが動き出して追っかけてくるみたいな。でもさすがに今回そういうのはないから、ちょっと待って。これさ、この扉の外とかさ、前回のあれを生かして。扉の外までは来ないんじゃないか説を使って、ここで一網打尽にしたいんだけど、そもそもこっちまで来ないか。どういう状況になってる。あんまり発見されてない。あいつとかなんかライフルで狙いそうな気がするんだけど、ライフルの弾がねえわ。ボン、よし、OK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 。 あそこにもいるからな。あ、発見された。またこれもハンドガンの場合ですね。どうだ、ちょっと距離限定とかあんのかな。これ来てるは来てるよね。こっちに来てから、まずここを突破できるのか、やつらは。ここの空間を、この空間突破できなかったらもう狙い放題。帰ってってんな。やっぱりアウトオブエリアか。左から来てる。あ、違う、レオンの影だった。来てます、来てます。ちょっともう少しおびき寄せるか。来てます。いってー、最悪。あいつまだ来てんのか。そもそもドン。ちょっともう高速なってて行くしかないかな。まあ、こっち側までやっぱ来ないんだな。じゃ最悪に逃げ込み場所はここと考えて、ほらみんなここで来てるもん。編集ルーター投げよう。じゃあしまった、あいつが早かった、盾持ちが。ちょっと回収しつつ、手持ちがすげえ厄介だからな。この裏側とかなんかありそうな気はするんだけど、アイテムとか、アイテムどころか宝があるじゃないか。ちょっとショットガンでなんかすっか、もったいないけどしょうがない。今クリティカル出たな、多分。ハンドガンはクリティカルヒットがあるからね、近海。おい、くそ、倒した。よし、トーチカ持ちはさ燃えないのかな。しぶとい、蹴るか。Out of the way. からの、これ別にはしごじゃないから、こう来てで上行って、ハンドガンで、こいつも倒して、あって2人いたんだ、クロスボウが。かねからの、うん、待って、なんか来たんだけど。おい、こっち上行けねえわ。あっちか。ちょっと待って、炎がバーっていって、あそこに人がいるな。あいつだけ倒しとくか。
炎で見えないんですけど、ポン3発か。どのタイミングでいく？おーってきたら、いや、炎が全然早いしさ。ちょマジで待って、これ草食うしかないでしょ。敵がマジで邪魔だから、倒せるんだ。こいつあれか、この炎に巻き込めないかな敵。ここまでは炎来ないけど、あれ どっちだ。あ、こう来てあっちに行かなきゃいけないんだけど、一回炎をやり過ごして、で上か。これさっき倒したやつ、あ、間違えた。まあいい。あ、でまたここか。あれどうだやつら燃えるんじゃない？燃えてるわおびき寄せたいな。じゃあ、アホやな、あっちになって炎いっちゃったらさ、何に食らったんだよ今。これで行くしかない。あれがトマホーク投げてんのか。ちょ燃えてるし。何本持ってんだよトマホーク。まさかよ。ちょ、ひるまない。カマですよ。やべえ、もうマジで体力がねえ。これ草、やっぱ草だ。体力ないから草がある。これ回収できるかな。500円の回収のために死ぬ恐れがあるからな。金に目がくらむ。またいるわ。しまった。え、なんだ、鉄球かい。ちょっと待って、鉄球どこまで俺を掘ってくる。鉄球どうなってる。鉄球マジでどうなってる。来てる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 よ。ドン、やった。いや倒したけど、ちょっと次の鉄球まずくないか。ここ多分逃げられんな、安全地帯で。鉄球がいったらハーブ拾っても、これ2つ食うしかないよ。3つ集めてる余裕はないから。で、なるほど、ここに人がいるから、鉄球が来ました。ここに逃げますいいじゃんいいじゃん、弾も節約になってるし。で、これやって、なんか向こう側にあんな。鉄球来ました。そこにクロスボウ持ちがいんな。来たか、ボン、ドン。で、鉄球来ました、逃げます。え、こいつすり抜けた。やるの。次鉄球が来たら、あそこ樽があんな。樽で倒せるってことか。来ました、行きます。あ、お前か。足狙って転げさせて蹴って倒す。オッケー。ちょっと待って、なんか来てねめっちゃ来てんだけど。どう鉄球。ゴロ。あいつ引かれねえかな。引かれねえ。もう一回いけんな。で、引かれます。自分でやんない限り多分もう鉄球来ないよ。アイテム回収しよう。イエイイエイイエイ。
羽ばっかりだけど。で、来てる？なんか怖えな。で、これも回収しよう。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。金ばっかだったな。ライフルの弾とショットガンの弾が欲しい。あれ、これどっちだ？ここになんかトレジャーがあるけど取ってねえな。ここいけんな。トレジャーだな。よし、ハーブ、予備ハーブがあんな、でかい。真珠とルビーの鏡。え、どこだ？上とかにぶら下がってたか。階段があって、もう分かんねえわ。これ下降りて、で樽があって、あ、ここにあるじゃん、豪華な時計取って。あとこれとこれか。ちょっと樽だけは回収しておこう。なんかこっち側とかにあるか、もう分かんねえわ。ガチャってやるか。これガチャってやると多分インファイト戦になりそうだな。リフトが登っていきます。そうかよ。最悪だよもう。消えろ。鉄虫に当たっちゃって、あ、倒した倒したけども、ライフルの弾がね、あ、あそこにある。ポン、あ、なるほど、ポンっていけんなこれ。 OK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 、 いいじゃんいいじゃんいいじゃん。次あれだな。でどっから来る。でポン、ここか。あそこにあんな。どっから登ってきて、あ、いや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 、厄介厄介だわ。ちょっと待って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 、こここそもうショットガンだろう。ショットガンがないんですけど、ナイフでなんとかなんないこれ。いったいよ。アーマーがなくなる。重量オーバー。ハゲ、あー、耳がキーンってなってるわ。あ、これなんか汚い。やばい、これさ、耳キーンだとバショってなるよね。そうなんだよ、もうこれが厄介なんだよ。ほら蹴りたい。今日死下に落ちたあいつ。てかもう一回赤がいるってことか。どこだ、あそこにいんな。ある、やばい、蹴り、ほら、いや撃て、しぶといな。縦回、ちょ待って。どっから、だからか、回復が全くないからな。まずライフとか全部弾込めるでしょ。ハンドガンでなんとか応戦しなきゃいけないから、ライフルともうこれが少なすぎるからな。てかガンパウダーで作ればいいのか。クラフト、これショットガンだな。もうでクラフト、ガンパウダーがないから作れません。9発か。あいつもマグナム一発で倒すか。呼び玉としては8発か。どっかから来たよね。
あ、そうそう、ここだ、あいつ。どうだ、よし、オッケー、さすが強っ。で、あとあいつも倒したい。で、さらになんかワンサカワンサカ来るから、多分ここら辺狙っておけば大丈夫なんだっけ。ボン、ドサドサドサ。で、ボン、ちょっとボンが早かったかな、今1体しかいなかったよね。そんなんどうなあいつ下に落っこってんだけど、あ、この時に使えばよかったのかって。クロスボウもちょっとマジで厄介だな。先になんとかしておきたい。これさ、これでよくないか、手榴弾で。ボーン、よし。で、またいるんだっけあいつが。なんか上に、お前はまだ許さん。まだ生きてるか、くそ。わけわかんねえ、ここにいって。やれ、なんとか倒した。全然倒してねえよ。で、これもうちょっともうナイフで一回一回いくしかない。あ、うぜえ。ドッドン、ボンボン。マグナも当たってなかったのか。いやードン、倒した。あ、やべ、マグナも立ちた。ってとこ蹴り、あそこから来てんだな。あいつ何なんだ。落ちろ、カトンボが。ここか。いやー、おー、危ねえ。そのままもう落ちるとこだった。まあ、多分落ちないと思うけどさ。何、どうせいいな。めっちゃ金が鳴ってんだけど。何個か取れなかったな。え、これ何、大丈夫これ。あそこにあるんだけど。え、これ何、どういうこと。行って、なんか走ったらダメとかある。まあ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 、あ、敵いるんかよ。一旦アーマーを直したい。それなりに手に入れたかな。これ売却専用、金塊売却専用ベルベットで、豪華な時計ははめるのがあるのか。修理からのボディアーマーの修理がやっぱ高えな。救急スプレー買うか、ここで。素材か、素材あってもね、ガンパウダーないとダメなんだけど、ガンパウダー、悩みどころだ。お、イエローハーブがある。ありがたい。あれ、どっちに進むんだ。さっきあっち敵いたよね。こっちは行き止まり。え、どういうこと。なぜだ。ちょっと上登ってみるか。え、ありがたい、救急スプレーあったわ。ここから狙えるは狙えるな。ライフル3つしかないけど。狙撃ポイント、もうめちゃくちゃやる。ボーン、
ポン。狙えないな、狭い、狭くて。どうだ、ポン、外した、最悪。まあいい。ライフル自体はでも役立つからな、持っときたいんだよな。アサルトのあれと変えるか、一回入れ替えで20発あるっちゃあるからね。ちょっと変えてみっか。預けるで、これ取り出すでからのパーツ着脱で高倍率スコープ。え、どういうことこれ。アサルトライフルじゃない。あ、まあいいや、とりあえず20発分弾が入ってるからこれでいきますか。あと赤ハーブ欲しいな。赤ハーブ回復感もちょっと救急スプレーでいくしかない。赤ハーブ出るまでは。赤ハーブ用のアタッシュケースにしてもよかったかもしんないけど。And so, I have delivered the girl to you as promised. Do tell our Lord to not forget the loyalty of his servant, Ramon. Ashley! Leon! Such a fool.I've been bestowed with Lord Sadler. You talk too much. You failed! You vulgar! Utterly uncivilized! Mongrel! ナイフじゃないんだ。これでダモン戦か。Allow me to show you.The power of the god! The stage is set for the final act! Tadu got it. Damon, toast. You are nothing but an extra mess. Don't! Mr. Kennedy. もうマグナム使うときは使おう。ここは。で、ちょっと広いな、やっぱりアイテム回収しながらってことか。マグさんも頭も入ってるし、どっからどう狙えばいいんだ。上なんだ、ちょっと待って、開いた、いった、え、即死、食われて即死。3の噴射、物陰に隠れることで大丈夫ですみたいな。これから回収するところから、金を回収するところから始まる、まあ、イベントはちょっともうあれなんでスキップして、チャンチャンってやって最初これだって狙い時でしょ。ドーンドーンで、その後だよな。ちょっとルートが同じになっちゃうけど、こう来てタイフの弾と強化手榴弾になってる。悲しい。これか、ここ多分物陰に隠れたってことか。なんかべちょってやってんな。ある程度さ、やつの口が開いたらどうだ。ちょっと待って、食われっから一回逃げよう。これを中心にして逃げ回ればいいか。そんな単純ではないかもしれないけど、どうだ、やばい、これやばくね。どこ行った。ハーブ、よし、赤、おお、爆発してる。やつが見えない、あ、いた、
狙えるか。痛い。マグナムの弾を使い切るか。ここでこいつはもう絶対的に強敵だもんな。なんか入ってんな。なるべく近くで使いたいけど、そうすると爆発してんな。痛い。やばい。これ食わ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 れ。あぶね。だがチャンス、ピンチはチャンス。ほら、もう行くぜ。いや、なんか怒っちゃった。ショットガンだな。Watch your language, my lord. うわ、くる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 。いて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 、どういう。いや、でも回復薬はまあまあまああるからね。いや、ハンドガンに釣られたかな。やつどこにいる。あそこにいる。違うか。あ、いた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 。危ない。こういう時ってライフル狙えないかな。ドン。どうだ、開いた瞬間。アサルトって書いてあるには、まあまあまあだよな。やつと対角線でいないとちょっと危険だよね。ボディアーマーがもうなくなった。これいってなくなった。どっか逃げられる位置が欲しい。これ上からは大丈夫か。ここの位置だったら。いや、そんなことない。遠隔遠隔でいいのがやっぱりハンドガンとガッパウダーかい。待って、今は完全に固定になってんな。うわ、どっかに。うわ、めちゃ減る。一回回復しよう。使うか、これをクラフトとで黄色プラス。あんまり近寄れないからショットガンが微妙なんだよな。かといってハンドガン連発するか。いや、これなんかまずいやつじゃん。確かに。おお、これ連打するしかない。影に隠れて、ほら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 、いって、どこにいるんだかわからん。落ちた。いって、くそ、落とした位置が遠いな。ほら、消えろ。一個使うか、救急スプレー。どこ行った。おー、危ねえ。あの爆発も意外にめんどくせえか。しかも鬱陶しいし、一応あれやってるとき結構チャンスではあるのか。空いてるから下に逃げ込んで、
どこ行った？上か。うわ。うわ。ここ狙えるか。いった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 。ハンドガンで何とかしてっかな今ショットガンをね行って撃つ機会がないんだよな。かといってライフルで狙ってる時間もないからな。あれなんだ、これめっちゃ連射効くわ。ただこのライフル、あ、下に落ちた。あ、結構降りたな。体力ありすぎだろっていうか、ほら狙えない。あ、いってほら、どうだ。ちょっとない、ない。これを狙う。ほら、まだかよ。体力めちゃくちゃあるな。ちょっと待って、これあそこにあるけどさ。いや、こいつめんどくせえな。なかなか楽しめましたよ。俺は楽しめん。死ね、クズだ。これがロケットランチャーの力だ。お前に見せ場などない。はや、なんか手に入れた暗黒の口紅みたいな。ちょ、樽全部回収しよう。とりあえずじゃあ回収したんで先へ行きますか。やはりロケランは近畿の力だな。で次孤島へ行くのか。パール金、弾全然使ってないからね。むしろ弾の節約になった今回の戦いは。ロケランも売ってないのかな、さすがに1個かな。でもあと強敵っていう強敵があるとすれば、なんかラスボスくらいだったと思うんで、まあさすがにラスボスはマグナム使って倒しますか。限定仕様にしてあれはするけど、強化はするけど。あ、いる。爆破させる。あれ、ネズミが、これネズミ駆除ってどうにもならない。駆除はもうしなくていいのか。アイテムも落とさねえし。アシュリーを追う。どっちがどっちだ。こっちは先へ進んでしまうから樽を回収しよう。例によってあれを持ってくるのにスナイパーライフル置いてきたからね、ケースの都合上。これ何、不注文にございます。ラモン様の歪んだ性格を正したいというあなた様の最後の願いを叶えることはできませんでした。邪悪。ラモンの幼少の頃、自らをプルガルチトと陰で呼んだある旧師を自室に呼んだ。硫酸を取り出し顔にかけ始めた。
まあそれで喜んでいましたよと。プラーガを解き放ち受け入れる亡き先代ディエゴ、最後の時までラモン様と運命を共にします。金ばっかだな。あそこになんか置いてあるんじゃん。Perfect. Won't have to swim after all. 泳がなくて済みそうだ。あの箱の中、別に宝って感じではなかったか。箱じゃねえし、箱っていうか、なんかいいものが置いてあるやつかと思ったら、本当にただの箱だった。Ah, damn it. Looking for something?というわけでチャプターエンド。ロケランを使いましたけど、やっぱりロケランの威力は絶大ですね。まあこの先はちょっとロケランなしで、ロケランなしっていうのも別に普段からロケランぶっ放してるわけじゃないから、まあいいでしょう。もう一回再戦するんだったら超時間かかりそうだったし、というわけで、チャプターが終わりましたのでここで終了したいと思います。ラモン・サラザールを倒す。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録・高評価していただければ幸いです。